どうも、凛太郎です。よろしくお願いいたします。今日はですね、ドリブルチームということで、ちょっとね、このキャリアモード楽しすぎて、はい、もうガンガン進めていきたいので、こっちの方で、プレシーズンの方は試合をしました。で、いや、なかなかね、良かったです。ここにも書いてある通り、クラークがハットトリックしたりと、非常にいいプレーシーズンをくれたという状況です。で、今日はですね、プレミアリーグの方をやっていこうかなと。プレミアリーグ開幕とチーム、どういう戦い方、どういう戦術でやっていくかというところをね、話していきましょう。はい、まず一番大事なのはここですね。やっぱり幅、とにかく幅を広げる攻撃陣、これをすることでドリブル得意な選手たちの、スペースを作ると。で、ビルドアップ手法、ここはロングボールでいこうかなと思います。で、ここはこの2つはね、ちょっとまだ定まってないので、ちょっと変えながらやっていきたいと思います。守備はね、バランスで、ちょっと滑舌が、はい。で、個人の指示のところは、まあ、裏抜けかな、マーシャルは。で、エッセに対しては自由に動いてもらって、サイドの2人はサイドに張るプラス、まあ、一応裏抜けでいきます。ここはもしかしたら変えるかもしれません。で、ここは攻撃参加で、このレルマ、一応ね、ボランチ誰か取りたいなと思っているんですけど、今後の移籍、これで終わりなのかっていうところなんですけど、マーシャル取って、マルヒエル取って、クラーク取って、3枚ですね、今のところなんですが、ちょっとね、バックアッパーがどう考えても足りないんですよね。彼1人と、まあ、フォワードは OK、 ただね、ドリブル、オリセがやっぱり怪我多いっていうこともあって、マーシャルもね、もしかしたら怪我するかもしれないと思っているので、もう1枚ね、取っていきたいと思ってます。ドリブル、ドリブラーとボランチか。ボランチもしいい選手いたら、誰か教えていただけたら。誰かいないですかね。ちょっと移籍ハブ誰入れてたかな。中盤、そうか、彼が取れないんですよね。彼はトッテナムに決まりました。なるほど、中盤はそんなに入れてないんですね。行きましょう。ちょっと長くなってしまうので、モンツァ、はい。では、チェルシーでは行きたいと思います。チェルシー、マドゥエケ、はい、メンバーね、これで行きたいと思います。行きましょう。プレミアリーグ開幕戦、ちょっとね、このキャリアも楽しいです、本当に。行きましょう。キックオフ、パレス対シェフィールド。シェフィールド今シーズン良くないですね、相当。だ、僕のプライベートというかの方で、シェフィールドキャリアモードちょっとやってるんですけど、いや、いい選手は多いんですけどね、中盤特に。うん、うまっ。嘘、今うまかったですね、動き出し。惜しい。中盤ドンコーレとレルマの2人すごいいいんですよね。どっちも守備できて、走れて、まあ、ドリブルチームというほどではないけど、ドリブルができるわけではないけど、うまい。うん、うまっ。うわー、惜しい。
ぱね、真ん中にエーゼがいるのが良すぎる。素晴らしい。うん、ちょっとやり直しましょうか。うわ強あんなに左足で、これ惜しかったな。早く出したいと思って力入っちゃいました。うん、いけんじゃないこれ。うん、おお、いいですね。本当に誰でもドリブルできるんだこのチーム。うん、素晴らしい。マーシャル、やりそう。やらないか、でもマーシャルは。素晴らしい。ナイスキーパーでしたけどね。強い。マーシャル復活なるか。かっこいい。なんかもっとでかいですけどね、彼。ちょっとこのフォルムがなんか細くて、もっとでかいですよね、マーシャルって。なんか横に。なんか小さい。まあでもナイスゴール。うん。マルヘロー。いいですね、彼。ナイスゴール。うん、こっちシュルパー込んで、こっちナイスボール。うわ左足か。うん、ある。うわ惜しい。惜しい。いいよ。まあ、僕もドリブラーだったんであれなんですけど、やっぱ楽しいですね、ドリブルは。素晴らしい。こういうとこも仕掛けます。仕掛けることによってサイドが空く。うん、まっタッチ。うわ素晴らしい。うん、なんで？似たようよ。守備じゃ442っぽくなってていいですね。おう！誰？トラオレ？トラオレってどのトラオレ？ユナイテッドの？ナイス。うん、ナイスボール。そう、早いよ彼。うまい。うわ惜しい。うん、ナイスボール。ああ、タイグエイ。素晴らしい。いい対応。ここもね、しっかり運んでいきます。うん。えい！
これはオリッセが来るんじゃない？オリッセのフリーキックいきましょう。エゼ蹴れるのかな。キュイント曲げて、あれ当てたか。トラオレがいいですね。ただ、OK、素晴らしい。はい、ということでね、前半は1対0。楽しい。だもう少しマーシャルかな。ボール持ってほしいな。サニー、どこにいたん？ナイスボール。うん。うわお、ナイスボール。うん、素晴らしい。うまい、うまい。うわー、ちょっと気をつけないといけないのはここで攻めあぐねてカウンターで一発っていうのは怖いんで、早めに1点決めたいのと、ちょっとな、選手交代でちょっと変えていきたい気もするけど、うーん、誰かいい選手いるかな。 OK、 うん、うまい。裏抜けているから、うん、うわー、なんかマーシャルとかに裏抜けを設定してるじゃないですか今。あまりにも相手のラインが下がりすぎてちょっとリアリティなくなっちゃうな。うまい、打てんのか。うわー、どうかな、これただ相手がシェフィールドだからこうなってるのか。素晴らしい。ボール。こんにちは。おっと。これ取られみたい。ソーザがね。ソーザ、僕のキャリアモードではめちゃくちゃいいです。シェフィールドキャリアモード。めちゃくちゃいい。本当にカセミロみたいになれそう。中盤そこでアンカーとして、ちょっとな、モリニョキャリアモードでも取りたいけど、エスパニョールでプレーしていたし、去年かな、スペインには慣れてると思うんで。うん、レルマもドリブルできんの。ナイスボール。いっちゃおう。うわ、強い。アーメド強い。でも、どうかな、オリセって、どっちかっていうと、ああいう風にトップスピードの中でドリブルできるタイプではないか。ロッペンとか、そういうタイプというよりは、止まっ、いける？惜しい。うん。危ない。これ危ないよ。素晴らしい。危ない。OK。よく。どうした？ここね。ここ取られないのすごいですね。嘘！危な！うーわ！取られたし。まあまあまあ、ドリブルをね。ちょっと軽率だったな、さすがにね。届かない。アクパニー。ナイスゴール。ちょっと良くなかったですね、今のは。まあ、まだ彼もね、プレミアリーグ初参戦ということで、誰も来ない。うん。わあ、惜しい。どんどんミスはしたけど、変わらずにやってほしい。嘘でしょ？やばい。やめて。P
匹ではないよね。危な、危なすぎる。え、くぅ、厳しい。嘘だろ、マクバーニー。なんか嫌な予感はねしてましたけど、こうなってしまいましたか。いける、おわ、うん、うまい。まだわかんないよ、ただ。素晴らしい。うわ、嘘。ファール今の。完璧なスライディングじゃなかった、今の。うま。うまい。完璧です。嘘、見せてくる。あお、そうね、やっぱりウイングのドリブラータイプを変えたいな。こういう風になった時とかに、あまりにもやっぱ同じだとね、相手としても掴みやすいでしょう。うわあ、抜けなくなっている。誰だろうな。やっぱペリストリあたりいいかなと思ったんですけど。はい、ということでね、初戦は 3-1 敗戦という結果になりました。やられましたね。なんかこうなりそうな雰囲気はプンプンしてたので、しょうがないな。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。初戦はね、3対1で敗戦という、このドリブルキャリア、ドリブルチームのキャリアモードですけど、次の回でもう一人ドリブラーを取って終わりにしようかなと思います。大体ね、チームとして出来上がったかなと思うので、誰がいいですかね、もう一人フォワード。ディアロー、ただね、週給が高すぎるんですよね、やっぱり。あの、え、ペリストリー守備意欲も高いんだ。なるほど。あえてこういう選手を取ってくるのもあり。ちょっとそうね、アルゼンチン系か、いいですね、あのゴリゴリ感というか。彼にしようかな。彼ともう一人ぐらい入れてもいいかも。はい、ということで今日はね、3対1で敗戦という結果になってしまいましたが、マーシャルが1点決めて、ここからボランチいないですよね、なかなか。はい、ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ、じゃあねー。